アガレスト戦記ゼロはコンパイルハートより発売されたファンタジー RPG。2009年6月25日にプレイステーション3で発売され、後に追加要素を含んだアガレスト戦記ゼロドオーノブオーが Xbox 360、Android、iOS で発売された。海外向けに Microsoft Windows 版も2014年4月17日に発売された。 詳細は口述する。制作は、アイディアファクトリー、レッドエンタテインメントおよびコンパイルハート。日本での販売は、コンパイルハートが担当。前作、アガレスト戦記の数千年前の世界が舞台となっている。新システムとして、街中を探索する、イベントパート、フリーインテンションや、フリーインテンション中に発生するイベントで、 ヒロイン候補キャラクターの好感度によって見た目が変化するフィールリンクなどが追加されている。また、前作、アガレスト戦記のクリアデータがあるとアイテムやポイントがもらえる他エクストラモードが初めから選択可能となる。さらにエクストラモードでは、前作、アガレスト戦記のダイジェスト版をプレイすることもできる。ジークハイト星立花慎之助第一世代の主人公。 愛称はジーク。光側の勢力に属し、最前線で兵を率いる若き隊長。ユージェンとフリーデリンデとは同じ部隊に属している。元はバシュタール隊に属していたが、その力と功績を認められ、隊を率いる立場となった。バシュタールとは講師を超えた友人同士でもある。努力を重ねてきた勤勉家であり、気まじめで少々融通の利かないところもあるが、 それらすべてを含めて部下に慕われている。友人とは、少年兵の頃からの付き合いであり、融通性のかける自分をうまくフォローしてくれる、副官であり頼れる兄のような存在として見ている。しかし最近はお調子者の友人に手を焼いている。戦場では鋭敏であるのに、反面私生活では鈍感そのもの。異性からの行為や悪意のない冗談やからかいには全く気づかず。 注意を苦笑させることもしばしば。また誰に対しても優しい態度が、好意を寄せる女性たちを焼きもきさせたりする。刻まれし、傷の山脈近くの集落の護衛任務で、友ン・フリーデリンで特別行動を取った際、闇の信徒に襲われそうになっていた少女、ミーメルを目撃。彼女を救うために攻撃を仕掛けるも帰り討ちに、愛品師の重傷を負うが、ミーメルの魔力により蘇生。 しかし同時にミーメルの魔力を受け継いでしまう。以後、魔力をミーメルに戻す方法を見つけるため、またハスカリヌの封印を解く、鍵を作るため、旅に出る。ミーメル超え、水原香る本作のメインヒロインの一人。OP ムービーでは、主人公のジーカ・ハイトに次いで2番目に紹介される。外見上は大人だが、1世代の時点では、中身は、子供で、天真爛漫 子供ゆえに言語がどことなくしたたらずで、イントネーションが所々変になる。ジークハイトが受け取るはずだった。鍵とは、実は、彼女のことだが、瀕死のジークハイトを救う際に、自身の魔力を彼に渡してしまい、己に課せられた使命を果たすことができず、魔力を戻すためにジークハイトの旅についていくことになる。だが、ついに魔力は戻らず、代わりにジークハイトが使命を果たすことになり、 最後にかわした、ジーク・ハイトの子供の良き姉になるという約束を守るべく勉強し、2世代目では、心身ともに大人になっている。ミーメルは、フリーデリンデが付けてくれた愛称で、本名はミーメリアであり、この名前には、ある特別な意味を含む。ゆえに、本人はそう呼ばれることを嫌い、ミちゃん、またはミーメルと呼ばせるようにしている。アリス星。 藤田咲本作のメインヒロインの一人。OP ムービーでは、ジークハイとミーメルに次いで3番目に紹介される。種族は、ハイエルフ。光側の最高司令官エレアザルの娘。エレアザルの遅くにできた娘なので、周囲から大事に育てられたため、本来ならば、クラルテルラの北にある大陸に出ることはできないのだが、 今の自分にできることを自ら志願して、この戦争に救護として参加した。そのため、ジークハイトとは、多少の面識があるらしい。種族同士のしがらみにとらわれず分け隔てなく、人付き合いし、人当たりもソフトで心優しく、メンバーの中では、まとめ役のお姉さん的存在。二世代目では、レオニスの母親代わりとして、立派に育て上げる。ただ、 レオニスを育てること自体は問題なかったが、周囲の大人を制することの方が大変だったらしい。攻略可能だが、前作のメインヒロインエリスの母親と公式で言われてしまい、メインヒロインにもかかわらず、ひょい、生死としての可能性が低くなってしまった。また、エリスに似た容姿からか、発売前ではイラストなどで一番優遇されていた。フリーデリンデゴえ、 星水亜美第一世代ヒロインの一人、相性悪いんだ。ジークハイトの右腕的存在であり、舞台では副隊長を務める。友人とは不相を同じくする、親戚同士で、子供の頃よく遊んでもらった兄のような存在である。同じ舞台の隊長である、ジークハイトに好意を抱いていて、必死にアピールしているのだが、鈍感なジークハイトにはなかなか気づいてもらえず、一人、落ち込むこともある。 普段は強気でたくましい性格だが、極端な上がり症のためジークハイトの前では、挙動不振になってしまい、友人によくからかわれる。また勇気を出して、ジークハイトに思いを伝えようとするも、空回りしてしまい、告白どころか、ジークハイトを悲惨な目に合わせてしまうことも、最初に登場するヒロインであるが、旅に出て、不在となった体調ジークハイトの代理を務めることになるため、パーティー加入は、 最も遅い。なお、彼女を選んだ場合、友人とその息子ニールが、第二世代の主人公、レオニスと血縁を持つことになる。ルーティエゴエ、後藤優子第一世代ヒロインの一人、カルビナをニーとしたい、共に旅をしている少女。幼い頃より各地を転々としていたため人見知りが激しい。母が戦術師をしていたためか、彼女自身も未来予知をすることができる。 モンスターと虫が苦手で、回復術と料理、お菓子作りが得意。特に、アップルパイには、自信がある。サヤ音声、佐久間光尾第一世代ヒロインの一人、友禅からは、鞘姉と呼ばれている。極度の方向音痴で、その程度は、右と言って、元で左に行くほど。ジークハイトたちと出会った時、地図を逆手に持ちながら迷っていた。種族はハルピューや、 温泉イベントではなぜか、フリーデリンデに絡みたがる。家事全般と武芸を一緒に並べて、畜助の足しなみとしている。とあるイベントにて、フリーデリンデに、刺しすせそと称して、料理の基本を教えようとするが、ガリを凄え、シロクマ監視アリスが幼い頃に呼び出した、死年中。ハイエルフに刺激されることで実態をなすラルバの一種で、普段は、 精神体として境域の境界に存在している。友禅からは大将と呼ばれている。通常は心を持たない死年獣だが、アリスに父親の代わりにと望まれ喚起されたので、最初から心がある状態で実体化した。前作との死年獣つながりか、今作の温泉イベントでの死を基準。しかし前述の通りガリオスには心があるため、そのお仕置きは、 非常に表情豊かである。友ン超え、加藤正幸ジークハイトのサワン的存在で、舞台ではフリーデリンデと並んで副隊長を務める。フリーデリンデとは遠い親戚で幼馴染。ジークハイトの旅の案内人も兼ねて共に旅立つことになる。悪ガキをそのまま大きくしたような、どこか憎めない人物。たまに自分のことを優君と自称する。声優が、 前作のウィンフィールドと同じ加藤正幸であるためか、今作の温泉イベントでの覗き役を担う。性格は、ウィンフィールドに輪をかけたような、女好きでお上司者。しかし副隊長としての責務はしっかりと果たしており、縁の下の力持ちに徹しながら、リーダーをしっかりとサポートしている。第二世代では、中年の姿になり、レベッカという女性と結婚、一人息子のニールを設けるが、 性格は相変わらず。ジーク・ハイトの死後は、息子である、レオニスが成長するまで、体調代理として、体を率いていた。レオニスの父代わりの一人であり、実の息子ともども、よくからかいながらも大事な、息子の一人として、レオニスに接している。口では、ことあるごとに、おじさんであることを強調しているが、本人はまだまだ現役を貫き通している。カルビナ星。 藤田義則ルーティエと共に旅するオネルテスの青年。優れた予知能力を有する種族に生まれながらも、自身にはほとんど予知の力がなかったため、里を飛び出して、見聞を広めることを選び旅に出た。その道中、魔物に襲われた村で孤児となったルーティエを託される。実の妹のように大切に育ててきたが、少々過保護に育てたため、 ルーティエが引っ込み思案な性格になってしまったことを心配している。器用とすら言えるほどの不器用で、リンゴの皮を剥こうとすると、自分の手が真っ赤になる。そのため、カルビナには包丁を持たせて、レオニッセイ、カジユウキ第二世代の主人公、通称レオン、ジークハイトの息子で、父が望んだ平和を実現するために剣を取る。若い年齢で、友人から、 隊長の座を譲り受けて隊長になったので、親の七光なのではないかと思っている。テトラ星、松岡幸リ星、豊崎愛星ガーナ星、早見リ沙シャルニー号声、ミルの順にいる星、三部優子友人の息子。年齢の割に身長が小さいことを気にしている。レオニスに憧れ、兄ちゃんと呼び慕っている。女好きは、友人から遺伝しており、アリスから、 は争えないと言われるほど終わらない世界作詞、歌、魔王、作曲、編曲、クロス・勝彦本作のマイクロソフト・ウィンドウズ版はイギリスのゴストリッドから2014年4月17日にスティームにて発売された。一色はイギリスのラフィング・ジャッカルが前作に引き続き担当した。タイトルは欧州版と同じアグリスとジェネレーションズオブウォー0。ゼロ 2015年4月23日には、GO、g o g c o m でも本作が発売された。Steam 版は Steam 実績、Steam トレーディングカード、Steam クラウド及び Steam ランキングに対応し、GO、g o g c o m 版は DRM フリーでの配信となる。日本国内からの購入も可能だが、海外向けに発売されているため英語版の移植となっており、日本語は吹き替えのみサポートする。 アガレスト戦記0ゼロドーンオブ王に関するカテゴリー、ありがとうございます。